はい、おはようございます。本日はですね、9月の10日、9月13日かな、9月10日かもしれません。今からですね、バルトロの、カスタムをしに行きたいなと思います。で、バルトロのカスタムはですね、もともと店頭の方で予約してカスタムができるということなんで、今現在予約しております。14時からスタートということで今から向かうんですが、今日はねちょっと余裕があります。というのも、9月13日ですね、今現在が1時なので、あと1時間あるのでね、ゆっくり行こうかなと思います。もう予約だけ行ってさっと帰りたいなと思うんですが、あ、来た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 、うちの姫が来ましたよ。いい感じだね。うん。こんな気やん、僕。いいやん、別に。真似しないでよ。そうか。だいぶ真似してきてるじゃん。岩田さんはな、お気に入りの T シャツ着て。うん、これ本当に好き。パンツはゆったりめ、ゆったりめですね、ユニクロのパンツ。ちょっと同じ X もなんだけど、 T シャツも一緒やしね、サイズも一緒やし、気づかなかったはず。真っ暗になるね、今、ジェットコースターみたいになってる。ほんま、いける、タックのバンドライケルいける。はい、ということでね、グランフロント、大阪のグランフロントに着きました。今から車止めて、ノースフェイスに行くんですけども、実はねノースフェイスのカスタムのイメージ僕の中であるんですよ。で、嫁にはまだ見せてないんですけどね、ということでね、僕一応ある程度決めてるんですけど、ちょっと生地とか見ながらね実際選んでいきたいなと思うので、この後選ん で最後帰ってきてから、嫁はもう現物ってわけじゃないですか。で、これで帰ってきて、嫁とこれ選んだよね、俺の最初のイメージこれやってんで画像見せるから、どうやか見て、あ、最初とだいぶ違うなっていうのか、それとも、あ、最初通りやなっていうのか、はい、まあ、その画像を見てもらおうかなと思いますので、では行ってまいります。はい、はい、ということでね、行ってまいりました。ちょっと場所は移動して今堀江に来たんですけども、無事ですね、バルトロの予約ができました。ちなみに、色はね、この画像です。山田さん見てください。え、どう、うん、近いやろ、うん、近い。ちょっと変わったけどね。でも、2箇所ぐらいしか変わってないんじゃない。いや、細かいところで言ったら、だって中とジップも変わってるし、うん、で、紐も変わってるし、あ、そっか、って感じだから、若干変わったんですけどね、11月の上旬に、届けていただけることになりましたんで、皆さん楽しみにしておいてくださいと言いながら、なんで堀江に来たかというとですね、そう、僕らがポップアップした会場を見に来たわけではないんですが、今はねレトロ X を次は買いに来ました。だから今日は買い物尽くしでね忙しいんですけども、なぜか知らないですが、うちのお嫁さんもねついてきました。なんでついてきたんですか。なんか買ってもらえるかなと思って。買わないよ、さっき靴下買ってんから。なんかしれっとレジに靴下持ってこられて、 C3 フィットの靴下買わされてんから、空に行ってね、レトロ X のベストと、まあ、特に今はそれしか見るもんはないかな、で、その後カヌレド行くねんな、行こう。カヌレドはうまいぞ。今日は平日っていうこともあってガラガラですわ。なんかずっと俺の他人みたいな顔して歩いてるけど、なんで他人みたいな顔して歩いてんの。ちょっと恥ずかしいから。なんで恥ずかしいの。いや、なんかカメラもこんなちっちゃかったらいいのにね。これだいぶちっちゃくしてるよ、このカメラ。あ、そうなんだけどさ、いや、この前さ、撮ってましたね、杉本さん、いるじゃん、カメラマンの、カメラマンの人に、我がチーム、卓造チームのな、そう、にさ、嫁堂さんも結構ノリノリで撮ってるかと思いましたって言われてさ、街の Vlog ね、全然ノリノリじゃないのか、全然ノリノリじゃないんですけど、嫌がって嫌がって、無理やり乗せてやってんのそう、私は、その一部のいいところだけ撮ってるから、ノリノリに見えんねん、そう、傍から見た私、めっちゃノリノリで、私もなんか、平気もですねと思われてるのかなと思ったら、ちょっと恥ずかしくなっちゃった、まあ、そんな話してたら、空ってきました。では行ってまいります。はい、見てください。結局なかったなので、もう取り扱いが空でなかったらしくて、レトロ X のベスト自体がその茶色のやつな、茶色以外はあんねんけどなかったから、見てください。もうネットでポチります。サイズ M サイズよろしいですね、注文完了する。名前出ちゃったモザイクが、はい、ということで無事行けました。この後はもう行こうか。ここで、カヌレを買ってくるらしいです。
そうですね、読めそうですね、あれは。この背中ですね、喜んで買ってる最中ですね。ここは美味しいのでね、ぜひ行ってみてください。ナンバーに来た際、堀江とかに行った際は僕ら必ず寄ってますので。まあ僕はね、一回も店の中入ったことないですけども、いつもここで待ってて、待ってます。抹茶取り切れてた。スタバありがとう、いただきましょう。最初、動画撮ってたの？うん、恥ずかしいやじゃん。それ食べたら食べていいの？うん、さっきも食べる？うん、ちょっと車にも混んでるし。そうだね、その間にさ食べようぜ。カヌレレビューしてよ。クルークシュークシュー。ヤッホー皆さんこんにちはって言わんの？ヤッホー皆さんこんにちは。分かった分かった。やばいやばい、それ今のは買ったしば。恥ずかしいから。わあら、まあ可愛く入ってますわ。こちらがですね、こちらにいますのが、白ですね。でちょっと、ちょっと真っ黒のこれが、ほうじ茶ですね。はい、でこれが、ね、期間限定、9月の期間限定、さつまいもですね、こちらですね。でこの子がですね、黒豆きな粉ですね。かわいいです。あとは白と、いつもだったらこの抹茶あんこがあるんですが、それがとても美味しいんですけど、今日はなかったので、ちょっとなかったの、なかったの。どれ食べる？どうする？パックどれ食べる？これ白しかない。あ、白とほうじ茶か。ちょっと私の携帯も写真撮っとこうかな。にゅー、かわいい。おぉ、袋に包まれてますわ。かわいい。うわー、いい音。まあ最初は、この子からほうじ茶からいただきます。うん、はい、ということでね、今日はバルトロのカスタムとレトロ X のベストが買えたということと、あとカヌレドもね買えましたんで、ここで終わりじゃないなと思います。 OK？ うん、OK、 うまー、よかった。それではね、うん、あ、またコロナがちょっと落ち着いたら、あの広島旅行なんかもね前向いてましたが行きたいなと思いますので、はい、またそれでね夫婦の動画というのもお会いしたいなと思います。ちょっとあの近々コロナがあれでデートウィルを出せてませんが、また楽しみにしていただける方は楽しみにしておいてください。ということで本日はですね、バルトロの、カスタムをしに行ったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ペッパーに。